質問来てた。煉獄さんがかまどくんをかばうときに赤座さんの腕を切っていたけど犯罪ですか？結論、犯罪です。パッと見正当防衛っぽいけど、正当防衛って実はなかなか認められなくて、成立するには5つの条件があるんだよね。こんな感じ。この中の防衛の意思があったかっていうのと、相当性があるかっていうのがあるんだけど、防衛の意思どころか京次郎は明らかに俺をやりに来てたよね。あわよくば首まで切ってやろうっていう感じだったよね。俺の腕のやられっぷり見た？もうビロンビロンだったから。あと相当性があるかっていうのも、刀で切れるなら他の止め方もできたよね。完全に過剰だから、やりすぎだから、俺じゃなきゃ言ってるから。ということで、刑法203条殺人未遂罪が適用されます。京次郎は5年以上の懲役、頑張ってください。みんなも正当防衛するときは過剰防衛にならないように気をつけてな。赤座法律事務所。